それでもまだ禰豆子のことを心よく思わない者も,もいるだろう証明しなければならないこれから<笑><笑>よっ目覚めたかお前ここに移動してぐっすり眠っちまってさ 全然起きねえしみんなが心配するしで仕方ねえから俺がずっと見張ってたんだぜ大、oh, 方気がいるんだんじゃないかって葵ちゃんが言ってたけどまあそうだよなはあどうしたんだよちょっと頭がぼーっとしてて記憶がおぼろげというか何をのんきな。 あれだけのことをやっといてこの感じこいつ本当にずぶといな俺は胃が痛くて仕方なかったってのにナタグモ山の任務が終わってそうだ俺は。 やえてめえやいいつまで寝てんださっさと起きねえか <laughs> 柱の前だぞなんだ鬼を連れた鬼殺隊員2から派手なやつを期待したんだが地味な野郎だなおいうむこれからこの少年の裁判を行うとなるほど 鬼になった妹をずっとかばっていたなんて素敵な兄弟愛だいあだわななんだこの人たちまだ口を挟むなバゲロだ誰の前にいると思ってんだ柱の前だぞ柱柱ってなんだなんのことだこの人たちは誰なんだ ここはどこだここは鬼察隊の本部ですあなたは今から裁判を受けるのですよかまど炭治郎君裁判を始める前に君が犯した罪の説明をし裁判の必要などないだろう 鬼をかばうなど明らかな対立違反我らのみで対処可能鬼もろとも斬首するならば俺が派手に首を切ってやろう誰よりも派手な血吹きを見せてやるぜもう派手派手だ、えー、こんな可愛い子を殺してしまうなんて胸が痛むわ苦しいわ なんといいうみすぼらしい子供だかわいそうに生まれてきたこと自体がかわいそうだなんだっけあの雲の形なんていうんだっけねずこねずこお前柱が話をしているのにどこを見ているこのお方たちは 鬼殺隊の中でも最も位の高い9名の剣士だぞ走らおいネツコネツコどこら、ネツコゼンビツイノスケムラさんそんなことより富岡はどうするのかね 拘束もしてないさまに俺は頭痛がしてくるんだが胡蝶目の話によると対立違反は富岡も同じだろうどう処分するどう責任を取らせるどんな目に遭わせてやろうか 離れたところに一人ぼっちかわいいまあいいじゃないですかおとなしくついてきてくれましたし処罰は後で考えましょうそれよりも私は坊やの方から話を聞きたいですよ俺のせいで富岡さんまでかまど炭治郎くんなぜ鬼殺隊員でありながら 鬼を連れているのですかゆっくりで大丈夫ですから話してください俺の…俺の今…水を飲んだ方がいいですね顎を痛めていますからゆっくり飲んでください鎮痛薬が入っているため楽になります怪我が治ったわけではないので無理はいけませんよ では、かまど炭治郎君鬼は俺の妹なんです俺が家を留守にしている時に襲われ帰ったらみんな死んでいて妹は鬼になったけど人を食ったことはないんです今までもこれからも人を傷つけることは絶対にしませんくだらない盲言を吐き散らすなそもそも身内ならかばって当たり前 言うことすべて信用できない俺は信用しない聞いてください俺はネズコを治すために剣士になったんですネズコが鬼になったのは2年以上前のことでその間ネズコは人を食ったりしてない話が地味にぐるぐる回ってるぞアホが人を食ってないことこれからも食わないこと口先だけでなくド派手に証明してみせろあの でも、疑問があるんですけど親方様がこのことを把握してないとは思えないです勝手に処分しちゃっていいんでしょうかいらっしゃるまでとりあえず待った方が妹妹は俺と一緒に戦います鬼殺隊として人を守るために戦えるんですだから おいおいなんだか面白いことになってるな鬼を連れたバカ隊員ってな。そいつかい <laughs> 一体全体どういうつもりだシナズガワさんまた傷がふえて素敵だわ鬼がなんだって坊主鬼殺隊として 人を守るるために戦えるそんなことはなありえねえんだよバカが俺の妹を傷つける奴は柱だろうが何だろうが許さない <laughs> そうかいよかったなやめろ。 もうすぐ親方様がいらっしゃるぞ。親方様のおなりです。よく来たね、私の可愛い子供たち。<あ>おはよう、みんな。今日はとてもいい天気だね。空は青いのかな？顔ぶれが変わらずに。 半年に一度の中央会議を迎えられたこと嬉しく思うよ傷いや病気かこの人が親方様親方様柱禰豆子禰豆子 はは妹ならそこにいるだろうずっと眠ってるよまあいろいろあったからなそそうかそうだった <laughs> お前まだ寝ぼけてるみたいだなちょっとその辺歩いて目覚ましてこいよこの町屋敷の中ならどこも安全だろうしそれに 俺もお前を見守るのもいい加減飽きた起きたことみんなに伝えとくからなお前もみんなに顔合わせたら挨拶しとけよあのありがとうございましたお、お、さっさと回復させろよ 挨拶…そうだなみんなに心配をかけたようだし行こう蝶屋敷しのさんの屋敷任務で負った怪我を治すためにここにこれは 嗯。啊。Mm. <sighs> Huh? お目覚めになりましたかあはいお世話になってすみませんここは任務で傷ついた方を治療する場所私たちがお世話をするのは当然です謝る必要はありませんそれじゃあありがとうございます目が覚めたと言っても体が元に戻ったわけではありません今後のためにももうしばらくはしっかり休息を取るようにしてくださいいいですねはい 頑張ります本当にこの人が厨房会議で大騒ぎしたのでしょうかこれは これは。ああ、炭治郎さんが起きてる。隠しの方が言ってた通りだ。よかったー。ありがとう。心配かけてごめん。炭治郎さん、傷は大丈夫ですか。傷は。うん。 大丈夫。もう痛くないよそれは何よりですだからって激しい運動をしたらダメですよしのぶに怒られてしまいますうんしばらくはおとなしくしてるよ 前一之助ああ、炭治郎起きて早々元気そうだなお前二人ともこんなところで何してるんだ何って日向ぼっこだよ特にやることないし猪之助もこんなだし弱くてごめんねそそうかあそうだお前さ親方様って人に会ったんだろどうだったどんな人だった 主に見た目もしかしてすごい美人だったんじゃないだろうな親方様は男だぞこの会話は終わりなふ <laughs> <laughs> 前の任務では富岡さんにまた助けられたないつかお礼を言わないと。 皆の報告にあるように鬼の被害はこれまで以上に増えている。 人々の暮らしがかつてなく脅かされつつあるということだね。鬼殺隊員も増やさなければならないが、皆の意見を今回のナタグモ山ではっきりした。大使の質が信じられないほど落ちている。ほとんど使えない。まず育ての目が節穴だ。使えるやつか使えないやつかくらいは。 わかりそううなもんだろうに人が増えれば増えるほど制御統一は難しくなっていくものです。今は随分時代も様変わりしていますし愛する者を惨殺され入隊した者代々鬼狩りをしている優れた血統の者以外にそれらの者たちと並ぶ。 もしくはそれ以上の覚悟と気迫で結果を出すことを求めるのは残酷だそれにしてもあの少年は入隊後まもなく十二気づきと遭遇しているとは引く力が強いように感じるなかなか相まみえる機会のない我らからしても羨ましいことだそうだねしかし加減の語が大きく動いたということは 山近辺に無ンはいないのだろうね浅草もそうだが隠したいものがあると無ンは騒ぎを起こして巧妙に私たちの目をそらすからなんとももどかしいねしかし鬼どもは今ものうのうと人をくらい力をつけ生きながらえている。 死んでいった者たちのためにも我々がやることは一つ今ここにいる柱は戦国の時代始まりの呼吸の剣士以来の精鋭たちが揃ったと私は思っている渦井天元煉獄教授郎古長忍貫路寺光時藤無一郎 姫島行命品津川み井黒郎尾花井富岡義勇私の子供たち皆の活躍を期待している。